おきつね広報室というわけで始まりました。この番組は株式会社コセンのリリースしているゲームや新作情報をお届けする番組です。お届けするのはキツネが僕を待っているかりん役の影山梨沙と、キツネが僕を待っている手話役の宮崎たま子です。さて6月は2019年発売予定の任天堂スイッチ用ビジュアルノベルキツネが僕を待っているキャスト発表ということで、ミミル役の中村環奈ちゃんをゲストにお迎えしてゲームで遊んだりおしゃべりをしていきたいと思います。キツネが僕を待っているミミル役の中村環奈です。はい、というわけで今回はゲーム対決をしていきたいと思います。使うゲームは任天堂スイッチパーティーパーティーです。今回はゲストチームと常広チームに分かれて戦います。罰ゲームは視聴者様から募集しているので、負けたチームがその罰ゲームをやることになります。かんなちゃんは普段どんなゲームで遊ぶんですか？ですね、全くやらないです。これは新しい広チーム勝ったな。勝ちましたよ。中村環奈さんがお一人なので、ディレクターが常広チームに刺客を連れてきました。なんと中村さんチームの助っ人で男の子アイドルプロジェクトのさくらさんです。どうもこんばんは。はい、男の子アイドルプロジェクト、略しておとプロのさくらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はご存知ですか？はい、もう今日のためにめちゃくちゃ練習してきました。今日はね、勝ちに来ました。これはちょっとさくらさんに身を委ねたいと思います。結構重大ですね。さっきなんか無駄に喜んじゃったけど、ね、やばいやばいやばい、やばい。では早速ゲーム対決に入っていきたいと思います。はい、今回からルールが正式に決まりまして、先に参戦して2勝したチームが勝利、もし引き分けの場合はファイトオブゴッツで決着をつけます。それではやっていきましょう。わおおやっぱり私は i4 のマジックパンツでいきたい。私これたまちゃんチームの色はどうする？キツネなので黄色でいかがでしょう？わかりました。イエーイ。こっちは赤です。赤で。ちなみにさくらさん、はい、何でしょうか？男の子アイドルプロジェクトってどんな感じなんですか？まあ、見た感じこう女装してるんですけれども、まあ、みんなメンバー女装してます。で、まあ、コンセプトとしては、まあ、こういう女装とか、まあ、日頃のね何でもいいんですけど、小さなことにこう勇気与えてちょっと、ね、背中を後押しするような、そういうのが僕らのコンセプトなので、まあ、こんな格好してても好きなことやろうよっていうのが、はい、コンセプトです。素敵なコンセプトですね。さあ僕はセーラーパンツ。おじゃあ発表していきましょうか、キャラを。はい、かんなちゃんが、はい、島パンツ、私が恋してる島パンツ。そうね。恋してる島パンツ。そして私が師匠。あ、ペイのもう使っちゃうんですか？師匠もう出し惜しみしない。で、はい、私がマジックパンツですね。これ使いやすい、とても好き。で、さくらさんがセーラーパンツですね。セーラーパンツ、はい、うん、セーラーパンツ使われるんですか？よく使います。わー、プロかー、セーラーのプロかー。セーラープロです。これはちょっと警戒して挑んでいかなきゃやばいんじゃないですか？さてと、まずは、マジックは遠距離ですね。怖い。なるべくあんまり近寄りたくない。マジックパンツは戦っていくパンツです。あまり近いとね、良くない。ただ、まあ、HP 的にもそんなに好きなキャラクターではないので、ほどほどに遠距離強い距離を取りながら攻めていけたらなって感じですね。ちょっとなんて、そこが短いのかな。ポーズ。やばい。あー、やばい。
なかなか当たんない。そい、あ、危ない危ない。あ、情熱壊れた。スーパーです。でも当たった。いやー、あ、いしょー、やったぜ。強い、強い、元気だぜ。え、さくらさん、早いよ。これは、これは罰ゲームはないな。いや、次、次頑張んないと。そうですね、ここからはここからは数の勝負ですよ。いやでもここから負けたらものすごく恥ずかしいのでは逆に。ああ、あ、6本外れた。立て直して、シマパンも結構射程長いですね。へえ、気をつけていかないと。師匠いかついな。師匠、見た目すごい、見た目すごい、見たすごい、見た目すごい、見た目すごい、やったー、勝てましたな。やったー、これ、やったー、ゼロキルが、ゼロキル、すごい強そう。大丈夫、大丈夫、次勝ちます。1回目ですからね。まあでも1回目ですからね。ここで調子に乗って痛い目を見るの私はよくよく知っています。どうしようかな。これにしようかな。メテオパンツ。で、これ強かったよね。リサちゃんがリサちゃんが闇落ちしている。勝ちに行く。カンナちゃんがテンタクル、パンジ、そしてよそ、私がメテオパンツ、はい、そしてタマちゃんがクールクマ、はい、クールクマですね。で、さくらさんがリン、リンで、はい、はい、じゃあやっていきたいと思います。あー、なんかすごいなこれ。やばいね。近づきたくないもん。射程短いな。あ、来てる来てる、テンタクルが来てる。カンナさんが来てる、カンナさんが。やばいやばいやばい。なるほど、建物で隠れる的な。あ、来てる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 。いや、来ないで来ないで。やばい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 。これタマちゃんじゃん。リサちゃん、助けて助けて。めっちゃ助けてるよ。開いてるよ。助けてる。私も地味に HP が出てきていて、やばいんですよね。やばいんですよね。やばい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 よ。やばいよ。あ、ちょっと待って待って。カンナちゃんさ、ガードすんのうまいよね。このことにない。結構バズーカが使い勝手が難しいな。足が大きいから。敵がどこにいるか。あ、あ、テンタクルが来ている、テンタクルが来ている、テンタクル、やばい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 、みんなと、みんなと同意。やばいやばい、ここやばいやばい、かまっている場合ではない。うわー、死ぬでー、死ぬでで、罰ゲーム
机がどうなるとかそういうわけじゃん。なんかパンティーパンティーなかったんですか。パンティーパンティーなかったんです。遠距離極めたと思ってたら全然でした。もう一回ちょっと来ます。ぜひぜひぜひ。はい、では最後に告知をさせてください。任天堂スイッチ僕の彼女は人魚姫は現在好評発売中です。私も出演しています。ぜひ買ってください。はい、見た目は変だけど結構真面目なみんなで遊べるアクションシューティングゲーム任天堂スイッチパンティーパーティーも好評発売中でございます。ぜひ皆さんも戦ってみてください。私が出演している任天堂スイッチ用格闘ゲームファイトオブゴッズは任天堂 e ショップで好評発売中です。さらに任天堂スイッチで漢詩に触れてみませんか。漢詩をモチーフにした現代曲で遊ぶ音楽ゲーム陽春白雪リリカは好評発売中でございます。そして文学フリマ岩手にアスタコ店出店いたします。そして1月のテーマは夏休みにやりたいことは暑さも逃げてく涼しくなる怪談話は。メッセージはメールアドレスおきつね @cosen-net.com ツイッターはハッシュタグつねひろで受け付けています。おきつね広報室は毎週土曜日22時頃配信しています。皆さんぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。また来週、バイバイ。ために